米沢市上杉博物館は山形県米沢市に所在する文化施設、全国の森に位置する私立の博物館である。本校では、併設の大玉文化ホールについても記述する。米沢城跡の一角に所在した米沢工業高校の同志河合への新築移転に伴い、その跡地に2001年9月、山形県が整備した大玉文化ホールと、 米沢市が整備した、米沢市上杉博物館が構築され、高窓の宮も、隣席の下、開館記念式典を挙行。全国の森がオープンした。全国の森は設計、管理を、席、空間設計及び、山形県土木部建築住宅改善室が担い、施行は、戸田建設、黒金建設工事共同企業体が手掛けた。二階建て、総工費は、 約75億円。施設整備にあたっては、北正面に、上杉神社をはじめとする景観を楽しみながら、各種イベント等に利用できるように、広い広場を配した。また、内部は、広場と並行し、モールを開始博物館、ホール等、様々な施設機能が有機的につながるようにした。愛称の全国の森は、全国公募され、1544点の中から、 応募作、伝国の館を最優秀作に選び、館を森に補作して決定した。伝国は、上杉春則が家督を譲る際に表した藩主の心得書、伝国の字にちなんだものという。2014年9月、父は溶山を称賛していたと発言していた、中日舞大使であったキャロライン・ケネディが、県や市からの来訪の根性に応え、米沢を訪問。 その際、全国の森のギャラリーから広場に集まった約3000人の聴衆を前に、今日は私が待ちに待った日。父は一人でも世の中に変化をもたらすことができる。やってみろと言っていた。しかし、洋山ほどこのことを端的に言い表した人はいない。なせばなると、とスピーチした。上杉洋山等の上杉氏に関連する展示を中心に、 岳市や市内の古墳に関する展示など、江戸時代以前の展示も行っている。国宝重要文化財ホールの客席数は500席。通常は音楽や演劇などをする舞台形式であるが、可動式の舞台が併設されていることが特色の一つとして挙げられる。これは通常、エントランスホールに展示している能舞台が空気浮上方式で移動する仕組みになっているもので、 施設のイメージ向上並びに有効利用に資するよう導入した。ありがとうございます。